スリートリー、堀米春奈。寂しかったのよ。裏切られて、その人を恨んで、薄汚れた感情に汚されて、心がどんどん暗くよどんでいく。耐えられなかった。だから、殺したの。リセットよ。真っ白な世界が見たかった。もう一度。でも、変ね。真っ白なはずの世界が、今は真っ赤に染まってる。ねえ、私、間違っちゃった。どうしたらあの頃に戻れるの？ねえ、見てください。ご神木の根元に、こんなに綺麗な花が咲いたんですよ。不思議な色ですね。神様のいる国は、こんな不思議な色で溢れているんでしょうか。いつか、行ってみたいな。あなたも、そう思いませんか？ずっと暗闇の中でうじうじしていた。そんな私がこうしてステージに、皆さんが灯す光の中にいられる今が、本当に幸せです。ありがとう。これからも、最高に楽しい時間をお届けできるように、頑張ります。ので、見守っていてくださいね。水回りのお悩みは、あなたの暮らしの、み、か、た、トクトク本舗。お掃除、修繕、リフォーム、その他何でもご相談ください。24時間いつでも、お電話、ネットでご対応。あなたのお宅へ駆けつけます。今だけ、新生活応援キャンペーン実施中。生後6ヶ月のねねちゃん、新しいお友達のわたあめくんのことが気になるみたい。ほら見て、毛がふわふわ。いつも寝ているお気に入りのブランケットより気持ちいいね。わたあめくんはビションフリーゼという犬種です。今まで出会ったどんな友達より気持ちいい。あまりに気持ちよすぎて、ねねちゃん。ねね、今日は、ここで、寝る。一方のわたあめくん。自分と同じサイズの友達に安心しきった様子で、身を任せています。なんだか、とっても暖かくて、柔らかくて、いい匂い。僕も眠くなっちゃった。